ないから。なるんじゃねえかな。バックで一人でなって。よかったっす、よかったっす、ありがとうございます。出身地の方は、あ、岡山。あ、やりました。よかった。どうしろ、よかった。お城よかったです。これじゃない、そこかな。今回の番組ルールは3つ。1つ目、移動ルートは兵庫、滋賀、奈良、和歌山、大阪南、大阪北の順で巡り、各地のホールで実践。2人でプラス収支にすることができればクリア。2つ目は各地の観光スポットで記念撮影を行うこと。3つ目は美女図鑑の作成。各都道府県で地元の美女を見つけ出し、一芸を披露し、見事笑ってもらえれば美女図鑑に登録。以上、3つのミッションを12日間でクリアしないと次の目的地に移動できない。ファイナルステージにふさわしいハッピーかつ過酷なルールとなっています。とりあえずホールさんまでの時間を調べる。はい。1時間10分。1時間半ぐらいか。20スロで6時からとかで前回失敗してるじゃん。2エリア目か。あれを今やるとかなりやばい。うん。大阪府。おお、来た。ここからだ。もう大阪か。ただいま。まあでもあと2カ所、2エリア。2エリア。大阪2つ。あれか。グランシップ。あ、グランシップ。5つ目のエリアは、大阪南エリアのグランシップさんになります。はい。2人の実践ルールはこちら。エリアを移動した際には必ず実践を行うこと。実践時間は最低2時間。しかし様子見の時間は含まれず、稼働時間が2時間以上であること。そして実践は軍資金の中からいくら使っても OK。 さらに低貸しコーナーを打っても OK。 もしプラス収支にならなければ明日も同じホールで実践。2人でプラス収支ならばミッションクリアとなります。現在の、軍資金の残金ですね、81,780円になります。グランシップさんは低価値専門店というの、時間が今もう7時15分なんで、2時間実践取らないといけないからいけないんでね。でも普段だったら悩むようなところでももう打つしかないとは思ってるんで。スロットの方で、まあ、普段は打たないようなとこからでも期待値プラスになる台打つしかないかなと思ってます。5-5ジャグラーですね。5、いやーきついな。大体もうゾーンを回し終わったところでやっぱりやめられちゃってるんで、そんなに稼働がなくて、ただその中でも、まあ、このくらいの台とかを気にしていかなくちゃ多分いけないと思うんですよね。この台が、まあ、ガッサンはもう設定1、ただまあジャグラーだからやっぱ5号ジャグラーもいいと思うよ。これはそう、レギュラー確率に差があるわけじゃん。よくはないけど、ここにある中じゃ全然いいと思う。さっきスロットのコーナーを見たときに、まあ、400ゲーム台だったあのパチスロのリングなんですけど、その台が今他のお客さんが打ち始めていて、今多分540ゲームぐらいで、もしかしたらああいった台が開くかもしれないんで、この島のリングが絶対チェックしないとダメ。ガッサンだけ見たらもう完全に低設定なんですけど、
やっぱりジャグラーシリーズで一番設定差あるのがレギュラーで、レギュラーだけで言うと4以上で、まあ、普段なら打たないかもしれないんですけど、もう2時間の実践時間を取るために、まあ、ビームスと相談した結果、とりあえずもうこの台打つことになったんで、リングまだ開いてない、開いて、開いた、開いた、蹴った蹴った打つ、俺リング打ったことないんだよ。あ、じゃあ逆やるわ、うん、おさあ、なんすかね、ビッグ354ゲームっすね、来ましたね、チェリー重複っすね、ビッグナイス、ありがとうございます。このリングレギュラー3回の693ゲームで今日 AT 入ってないと思うんで、スルー天井も見えます。ここで全長、ギジ2回発展先は弱いか、これはチャンスゾーンに行くかもしれないです、行ってくれた方が助かるけど、え、当たりましたね、普通に前兆の方だったみたいですね、これは最高っすね、1000円で当たってくれたのは、まあシングル、問題はここからですね、さあレオカク、これでチャンス目、こっちの方がいいっすね、とりあえず1回 20% くらいだったはず、継続、あーダメか、141枚、貞子もいないですね、まあ、こっちのもう5円スロットのメダルは流して、まあ、さっき気になってたパチンコの海物語の方を回していこうかと、 CRA 大海スペシャルウィズアグネスラム、アマルジですね、おう、ナイス、バーっすね、ここっすね、132ゲームっすね、ビッグっすね、単独っすか、ビッグ、すいません、すいません、ありがとうございます。戻りテンパイの曲、これはさすがに200余りとかいっちゃうからあかんよ、それだけは、あー嘘でしょ、おーよかった、よし、とりあえずはよかった、あと2回転、おっしゃー、きた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 、あ、こっちか、よかった、さあこれで通常時へと戻ったので、ビームスのところにちょっと様子を見に行こうと思います。お、いいんじゃないですか、下皿こっちこっちですね、出てるやん、出てる出てる、
レギュラー引いてないの1回しか。そう、投手は増えてる。いや、総投手がパン君のもう合わせて5本。俺の方はもうとりあえずあと20分、あまり白の海をそのまま。思ったより悪くなかった。で、今もう持ち球になってるから、うん、これで今20分打てるから。ビッグです。とりあえずこのままいけばゴッドでも打たない限りは今日はプラスで終われるんじゃないかなって感じはするんですけどね。さあ、残念ながらマイナスになってしまったんですが、まあ、一応出玉は多少残すことができました。投資が2600玉の回収300玉ですね。ちょっとまさかのなんだかすごいことになってますね。で、こっちにて投資250枚じゃん。そうだよね、全部で250枚。だから、まあ、400枚弱あれば、うんうん、OK。 バー、おお、うん、レギュラーというわけで、ちょうど今実戦の方が2時間経ちましたので、これでちょうどもう出玉の方も獲得できたんで終了したいと思います。ジャグラーの方が、アイムジャグラー、総投資が、250枚で、回収が1210枚になります。20スロ換算の、サマイ数がですね、マイナス 149.25 枚ということで811枚のプラスですね。というわけで大阪南エリアの実践は以上クリアです。やったー、叩ける。はい、もうニコ生が始まります。やばいっす。もうなんかおちおちしてられません。バタバタですね。はい、今日の実践の報酬を渡します。はい、2万と2000円ですね。ありがとうございます。大阪なんでいくつか候補が出てくると思うんですよ。うん、なんで、まあ、その中でもやっぱ時間帯的にどこがいいかってのを決めておかないと出発してからグダグダになっちゃうと思うんで。そうね、だから結局いつも出発してからグダグダになってるケースがあるから、やっぱりちゃんと調べてから行った方がいいと思うから。そうですね、その観光地も調べてないし、はい、はい、だから明日は多分ゆっくりめでちゃんと調べてから動いた方が多分効率がいいと思う。ああ、無理に早めにスタートするよりも。わかりました。今日実践クリアできたんで、うん、明日の予定なんかを、ね、あの美女ミッションはここを探しに行こう、うん、観光地はここにしようっていうのを、うんうん、終わってからやりたいと思うんで、うん、はい、10時半にお迎えに、はい、マンゴーキッスに行ってどんぐらい調べる？1時間か1時間。1時間から1、まあ、長くても1時間半ぐらい。結構これしっかりやって、うん、まあ、今日この後のミッションスムーズにやりたいんで。昨日のニコ生の、はい、3640円です。あと荷物すごいな。あのシャワーがさっき間に合わなかったんで混んでて、そこをね、さっと10分ぐらいで浴びようかなと。まず先に観光地の浜寺公園ですね。日本最古に建造された公園の一つらしいですね。で、まあ、季節によるんですが、まあ、花、造園ですねあるみたいなんで。美女探しは堺駅というところにですね、プラットプラットっていうモールと、あとラウンドワンがすぐ近くにあるんで、遊びに来る、まあ、女性の方が多いみたいなんで。わかりました、じゃあ行きますか。はい、はい、おー、なんかある。あ、あるあるある。
回もここの主題曲は撮ってないので、はい、写真を撮ってきてください。はい、はい、じゃあ戻りました。これが多分ラベンダーとか他の花なんですけど、まあ自分たちで写ってるやつだとこういう感じで、であれだ、堺市堺駅。はい、今から行くところもちょっと見てみないと分かんない部分はあるかな。うん、実際来てみて見た感じ厳しいからさ。高東駅でしたっけ。人通り自体も全然多かったんで、暗くなっちゃった。そうなんですよ、暗くなっちゃうと遠目から全然わからないんで。本当に今日行けると思ってるんで、最初こそこのビジョンミッションやっぱ自分たちもなかなかしっかりできなくてってのあったんですけど、やっぱり成功を重ねるにつれて自信も持てるようになってきたんで、決めたいよ。うん、決めたいっすね。今日人通りも全然まだあるんで、女性もまだ全然歩いてて、まあ、警戒はやっぱされてくる時間かもしれないですけど、ニコ玉もあるんで今日はちょっと諦めるというか、ちょっと考え直しましょう。はい、はい、前出し、前お出しで急いでミッションクリアした方がいいと思う、うん、ほんとそうなんですよ。そうなんすよね。だから今日絶対できると思ってたの。そう、ビジョンミッションだらだらやってるつもりは一切なかったっすもんね。明日こそ見つけよう。はい、はい、明日こそ見つけよう。でもうすぐに北エリアに移動して、移動して、じゃあ昨日のニコ生です。あ、はい、2000と550円です。ありがとうございます。今何時でしょう。2時前です。こっち来たら9時半やったっけ。そうですね、9時半からスタートちょうどしたぐらいですね。一回ちょっとご飯食べて、はい、ブレイクで、でそこから後半頑張る。はい、はい、9時を過ぎました。本当は9時5分ですね。ただもう本当に誰もが納得する美女の方、まあ、可愛い方しか声かける気は自分がないんで、悪くはないと思うんですけど、うまくちょっと噛み合わなくて、うん、苦戦してますね。午後10時を回りました。そうですね、まあ昨日と同じぐらいですかね。10時過ぎ、本日の業務はこれで終了です。もうニコ生が11時から、あと1時間後は、はい、戻りましょう。はい、そんな結構いい角で止まってくれないっていうのはね、なかなかね。
そうですね。何か原因があるのかもね。いや、もうちょっと停止制でやった方がいいんちゃう？君たちでかいんだからさ。かがむってことですか？もうちょっと低く低くって。ああ、どう？じゃあ全体的に今の話で。その停止制っていうのがやっぱ足りないのかなと思うよ。そうやな、ビームスの場合は顔が怖いねんな、近づいていくときに。ああ、顔がすげえ怖いね。そんなにですか？うん、この世の終わりみたいな顔でいくから。それは怖いって。すげえ怖いってすごいね。やっぱりワンチャンにかける丁寧さがちょっと今日は足らんかったような気がする。はい。やっぱ断られるの？そうっすね、断られること多いっすね。ね、あの急いでるんでみたいな感じで、うん、そう、何も話せないまま、うんうんうん、質問どうできないまま終わっちゃってるパターンが多数なので、うん、じゃあ明日こそ。はいはい。多分明日無理やったらもうクリア無理やと思うって思ってました。夜ぐらいになって、うん、それでなんかもう、その明後日クリアできるっていうのがちょっとイメージできなかったんで。じゃあ残り3日です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すっかり天気が曇ってるね。そうっすね、寒いっすね。昨日のニコ生の分です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。3000と300円ですね。今日はもう10日目です。はい、今日含めて残り3日。今日含めて残り3日。今日は天気予報では午後から雨が降るらしいです。午前中に何としてでも見つけないと、この場所では雨が降ると多分立ち止まってくれないと思います。はい、まあ、ちょっと朝到着した時から若干人足りないなって感じだったんですけど、やっぱり今まで他のエリアでもっと厳しいところもありましたし、全然いけると思うんで。割りたいと思います。鼻息だけで。はい。はい。これよ。オッケー。止まってくれ、ちょっと。すぐだ。一周でいいもん。一周でいい。一周でいい、一周でいい。行きます。じゃあ、じゃあ。耳つけるのがいいかもしれない、ちょっと。はい、ありがとうございます。すいません。じゃあお写真撮らせてもらってください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。現在1時半を過ぎたところです。はい、はい、大阪南エリアミッションクリアです。なんとか3日かかったんですかね、うん、3日弱。急いで最終目的地の大阪北エリアに向かいましょう。はい、あと
1日、2日半そうですね、2日半、はい、2日半で最後のミッションクリアしましょう。はい、はい、じゃあ移動。はい、はい、というわけで撮りましたご出身地はどうするんですか。おお、ホテルもらってまだ撮ってないっすね。いただきましょう。ご職業だけ教えていただいてもいいですか。学生です。デザインサイン。